アダジオは得意分野じゃないんやろなーっていう人のバーレッスン。思春期、踊ってる時に胸の谷間を気にしすぎる女の子。レッスン中に一番偉い先生が突然来られた時にちょっと気合い入れるやつ。新品のトーシューズを履く小学生。よく聞かれる質問でのバレリーナの心の声。どうやったら柔らかくなるの？毎日コツコツ続けることかな。誰に聞いとんねん、わし何年やってると思っとんねん。もう限界あるに決まってるろ。もう頑張れ。アラベスクするとき、どういう状況でも、どうにかして鏡を見てしまうナルシスト野郎。今日、男性がリハーサルに来ると知ったときの女子。今日木村さん来はるからパドドゥの復習しといて。わかりました。何らかの自己紹介で絶対にあるやりとり。あの、私バレエやってるんです。え、どっちの？あの、踊る方です。あ、白鳥の湖。あ、そうです。このやりとりめっちゃめんどい。アダジオのマネージ前の癖がありすぎるやつ。